にちは、オートウエストエンドです。今日は、初の洗車になります。やっと洗車場に持ってきて綺麗にしていこうかなと、いう感じでございます。特にホイールが結構ブレーキダストでいっぱいなので、それを、メインに、力を入れて、洗車していきたいと思います。あと、洗車した後に、ガラスの、窓の撥水加工をしていきたいと思います。はい、さてホイールに近寄ってみていますが、結構飛び石とかで削れてしまっている部分も、多いです。でこれは、前回の前にバランス調整していた時の重りの跡ですかね。はい、では早速いろいろ買った洗車用品を、出して洗車に取り掛かります。一応バケツを2つ使って、1つはシャンプーの泡でいっぱいにして、でもう1つは、水を張って、で洗車をするミット、マイクロファイバーのミットでをすすぐように使いたいと思います。はい、このちっちゃい台ちゃんと使えるのかどうか試します。はい、でここが、料金所、メダルのようなものを買います。で、現金だけじゃなくてクレジットカードでも買えるようで、なんかクレジットカードが入りそうな機械ではないんですが入りました。メダルがトークンと呼んでるようなんですが、3つ、一番下の、6ドルで3つ出てくる、ものを今回は選びました。で1回のトークンでメダルで、3分間、機械が動きます。でそれを3枚分なので合計9分間の間に、水を使ったり泡を使ったりして落としていくと、ちゃんと時間内にできるように頑張ります。はい、メダルが出てきました。こんな感じですね。でここが実際の、洗車スペースで、あそこに、ミットとかタオルとかを一旦挟んでおく用のものみたいです。で今映ったのが洗車を実際にする大きなブラシで、こっちの方が水が出るホースで、ここの、全部で何個あるんだろう、 2,4,6,8 個ある中のモードを選びます。右の方に概要が書いてあるんですけども、詳細が書いてあるんですけども、水が出るモードと、であとはプリソーク、一旦濡らす、車体を濡らすように適した配合になっているのかなっていうのが、あったり、シャンプーが出たりワックスが出たり、ホイールを洗う専用の薬剤が出たり、でもまあ変なのつけても仕方ないので、僕は、これプリソーク、一旦洗剤ちょっと入ってるんですかね、一旦こう湿らせるというか水に濡らすっていうモードをやってみたんですが、あんまり水流もないですし、どんなシャンプー使ってるのかもわからないので、普通の水でもいいのかなって思いました。次回はで、まあ全体的に濡らすんですが、
ここでも水だけに変えました。とりあえずこれで、まあ、湿らすというか、時間もそんなにないので、砂とか、ね、埃とか、それをもう飛ばしてしまって、でも次はいきなりもう洗いたいので、これでガーッと流せるところを流そうと、やってます。で、まあ、とりあえず、ホイールが一番汚いというか、後に残してしまうと、ホイールを洗った時のその砂利とか、そういうのが車体にね、残ったり、飛んでしまって見るのも嫌なので、ホイールから洗っていきます。で、水も水道がなくて、ホースだけなので、この3分以内にバケツに水を溜めようとしてるんですけども、このね、水流が強すぎて、入れるんですけどね、入れても跳ね返ってくるみたいな。なかなかうまいこと水を溜められず、貴重な3分、貴重な時間をこの 水を溜めるだけに使ってしまうという。で、これが泡モードにすると、今度はブラシの方から泡が出てきます。でね、このブラシもめちゃくちゃ粗いので、これでちょっと洗うわけにはいかないので、一旦泡だけをもらって、で、溜めようと思うんですけど、あんまり効率は良くないというか。で、自分実際下にブラシつけてるので、結構砂とかもね、結局巻き上げてしまってしまったのかもしれません。はい。それでは、実際に掃除していきますが、下の概要欄に、記載しておきます。これが、洗車用、ホイール洗浄用の、洗剤、シャンプーです。結構匂いが強くて、で、この20センチくらい離して、で、ホイールにかけて、で、15秒ぐらい待つと、これ落ちるのかなって思った汚れが、結構ね、落ちるんですね。このハケで、よく YouTube でね、そう、洗浄動画あるので、で、ハケでホイール掃除、洗浄してね、僕ずっと結構ブラシやってたんですけど、本当に落ちるのかなっていう感じでやってみたら、落ちるんですね。結構優しくやるだけで、頑固な、ブレーキ出すの汚れ。これ、しばらく擦ってると、また落ちるんですよ。落ちるもんですね。まあ、いっぱいスポークがあればあるほど掃除するのは大変なんですが、まあまあ根気強く、一つずつ、一つの溝をずつ、順にやっていっています。このディテールブラシという洗車用のブラシ、確か eBay で買ったんですけど、それの、リンクも貼っておきます。これで4、5本入っているセットで、で、一番太いやつを使っています。で、これ落ちるんですけど、結構手が疲れてくるのと、あと、早く流さないと、この汚れが浮いた状態、この滴ってる状態で乾いてしまうので、早く落とさないといけないんですが、水を流すのが3分で途中で一旦停止できないので、一回これ全部ホイールをやらないといけん、全4本ホイールやってからで流せないので、家で洗う分にはいいのになと思いました。そしたらね、1個洗い水で流し、1個洗い水で流しができるので。で、この太いブラシ、
ホイール用のブラシで買ったんですけども、これは楽でした。でもちょっとやっぱりたわしと一緒で、感覚的には、靴、スニーカーブラシ、たわしの、取っ手がついてる、あれの感覚にすごい似ていて、で、この奥の方も洗えるんでいいんですけど、結構このブラシの中心のネジネジしている金具が強くこすりつけるとその部分まで当たってる気がして、これ傷つくんちゃうかなって思うので、時間はすごい早くできるんですけど、で、結構大きいので、楽なんですけど、履けてあった方がいいのかなと思いました。はい。そして、きれいさっぱり、水で流し終えたところです。結構、飛び石とかで欠けている部分も、あります。で、時間がなかったというか、こういう空気入れるところの周りとか、ちょっと、ここもちょっと磨き残しが残りました。あと、ホイールケース。そこも焦って洗うのを忘れています。なので、時間が限られてるので、結構、こう、洗い残しちゃって、家だったら、このまままた、洗えるんですけど、なんせ、またお金入れて3分っていうのが億劫で、1回洗っただけで諦めてますね。で、ここの部分、これね、前から気になってたクリアが下だけ剥がれちゃってるんですよね。その部分を再確認しました。はい。ということで、続いて、ガラスの撥水加工をしていきたいと思います。で、まず、セリウム。酸化セリウム。黄色瓶という、おなじみの、油膜取りなんですけども、それをまず、使って、油膜を取っていきたいと思います。やっぱり雨の日、ワイパーのブレードも良くない、悪くなってるんですけど、撥水自体も全然しない状態なので、撥水というか、油膜がすごい状態なので、一旦取りたいなと。こう、なぞって拭いた後、油の上を水で拭いてるみたいな、こんな感じで、もう、水がさーっと、下に落ちるんじゃなくて、全体的にわっと行ってしまう、飛んでしまう状態になっています。どうでしょう。おそらく一回も手入れしてないんじゃないかな。こっちの、わかんないですけど、カナダの人たち、こう、油膜取るのって一般的なのかな？ちょっとわからないです。ちょっと日本のサイトでもともと買って、いたので、こっちで探さなかったんですけど、こっちでも一般的なんですかね？ちょっとわかんないですね。でもとにかく油膜がすごかったです。で、こう拭いていきますと、水の弾きが、だんだんなくなってきまして、で、もうこの、常にしっとりとした状態になってきます。だいたい、一つの場所、1分くらい同じところをこすり続けていると、水が弾かなくなってきます。これはもう、めちゃくちゃ弾いている最初の状態ですね。もう拭いても拭いても、こう水が弾いてしまって。で、これ、結局、弾かなくなるんだろうかと思って、ここもそうですね。やっていると、
だんだんしっとりしてきます。結構なね、割と大変な作業でした。サイドミラー、横の、窓、フロントガラス、後ろ、でこのサイドの、ガラスはこの一番上の部分がすごい水が弾きがあって、結構これも取るの大変でした。ちょっと下げて2回に分けてやりました。はい、であと後ろのリアガラスもやって、であのちっちゃい台に乗って、でルーフのミラーもやって、結構大変な作業でした。でこれが水をかけた後の状況です。もうしっとり油膜も取れてという感じですね。はい、そしていよいよ撥水加工レイン X という、商品を今回試してみたいと思います。説明には、よく振ってタオルにこう垂らして、で出てきません。固まってんのかなと思って、これ使うの初めてなのでどういうものなのか分からなかったんですけど、中線が閉まっているだけです。線を外してタオルに、出して、すごい出るみたいなで拭きます。乾くまで拭きます。レインXを垂らして乾くまで拭くと、もうねこう直接もやっちゃいました、こうや、拭いていくと少し曇ったような感じになります。でもほんと若干です。曇ったような、こう垂らして拭きますと、拭いてで乾くまで拭くと、だいたい30センチ50センチ四方を拭いて、乾くまで拭いて、なんか同じとこ何回もやってますけど拭いて、で全体的に拭いたら、今度は、もう1枚目のタオル、また新しいタオルを用意して、でうっすら、曇っているところを完全に空拭きで拭き上げるという工程です。こう見るとフロントガラス綺麗ですね。ああ、こう結構飛び石な、でもこれだと見えちゃうでこうちょっとね曇ったような感じになります。でそれをこうクリアになるまで拭き上げます。まあ実際中の室内側のフロントガラスちょっと汚れてるので完全に綺麗にならなかったんですけども、でもまあまあこんな感じで、塗った直後の曇りが空拭きをすることによって綺麗になりますと。でこれもね、全部のガラスルーフまでやるともうどっぷり疲れました。はい、で全部、気持ちよく綺麗にやりました。そして、自宅の地下の、駐車場のところに洗車スペースがあるので、ま
まあ、そこでもう洗えたんですけど、ちょっと青空で のもとにはいたかったので、さっき洗車をしました。で、撥水の感じ、ちょっと取り忘れてたので、もう一回家で濡らすという、濡らして見てみています。で、こんな感じです。ね、どうでしょう。さっきのじとーっと、水がべったりくっつく、施工前の感じから、こう、ふきふきして、こんな感じで、水がさっと落ちるようになりました。3ヶ月くらい持つそうです。それで、まあ、車もきれいさっぱりということで、また気持ちよく乗れると思います。それでは、またお会いしましょう。